今回から技術系の指導を。こんにちは、松田健太です。こんにちは、ゆうしくんです。お願いします。お願いします。で、今回は前回の、ゆうじくんとの動画で、ゆうじくんを来年の全日本選手権に出場させるという企画がスタートしたんですけど、前回はゆうじくんの今の現在地を確認して、で今回から技術系の指導をやっていきたいと思います。皆さんにゆうじくんの今の、弱点だったりっていうのを共有しながらやっていけたらなと思います。なんでもう弱点は皆さんに続け確かに。でもそれ克服すれば、強みになるんで。そうですね。これが弱点だと思ってこの動画を見て僕と試合をした人は痛いになる。来年は頑張れる。そうです、ね。来年か。今年の2、3ヶ月後にはもうかもられますかもられそう、そういうことなんで、皆さんも参考になる部分もあると思うんで、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。今月の健太塾の動画配信は1本目がバックのドライブ対ドライブを安定させるための打ち方、2本目が、バックサイドにサーブを出された時の、おすすめのレシーブ、3本目がロングサーブを読まれている場合の工夫の仕方、4本目がフォアサイドに浮いてくるボールに対する打ち方、この4本が今月の配信となっております。それに加えてスタンダードプラン以上の方は月1の何でも質問ができるライブ配信と毎週日曜日に健太塾練習会が行われております。詳しくは概要欄をご覧ください。ご入会お待ちしております。早速なんですけど、多分意外です。ゆうじくんは前にやってるからあれなんですけど、ゆうじくんといえば皆さんの印象だとサーブとフォアハンドだと思うんですけど、今回はそのフォアハンドを直します。でこれゆうじくんに一番初めに言ってるよね、多分引き合いとかテレビあるんですけど。ああそうです。ゆうじくんがそのこっちのフォアカウンターが連続して打てないとかっていうのも含めて、意外にバックじゃなくて、バックもいずれもちろん知るんですけど、今回はフォアハンドに意外性を取ってやっていくと思います。でゆうじくんはこのバックサイドからのフォアハンドは強いんです。ただこのフォアサイドのフォアハンドが結構ネットミスが多くて、特に相手にカウンターされたボールだったり、あと自分がバックドライブを打ってフォアにブロックされた時、このボールのネットミスがすごく多くて、ゆうじくんってどこで打ってもフォームがあんま変わらないんですよ。じゃあクロス打ち、この今のフォームで全てのフォアハンドをやってしまってる。これだからそのミスがいっぱい出ちゃう。で今ってだいぶゆうじくんフォームでかくなった方なんですよ。これでも一番初めに言ってこのフォロースルーがかなりちっちゃくて、本当に僕と練習し始めるで初めの頃は本当ちっちゃくて、今からやるカウンターだとかこの相手にブロックされた時フォアに
時のフォアドライブって結構共通してて、カウンターに対してもめっちゃちっちゃいんですよ。なんか皆さんもしかしたら相手にカウンターとかドライブってる時の自分をカウンターする時ってちっちゃくした方がいいって思ってる人が多いと思うんですけど、それも間違いじゃないです。ちっちゃくした方がいいんですけど、バックスイングを取りすぎちゃうとダメなだけで、この当たってから前に行くのはいくらでもじゃないですけど行った方がいいんですよ。ちょっと押し負けちゃうんですよ。押され負けちゃうんで、でネットミスすることが多いんで、バックスイング取りすぎたらもちろん振り下げちゃいます。向こうカウンター来てボールが速いんで、ただそれをバックスイングを言うて取らずに当たってからその後のフォローツーで持っていければボールがそのネットミスせずに行くんで、それとまあ距離は違うんで、もちろん大きすぎたら後ろ引き合いみたいに振るより大きすぎたらもちろんその後の戻りとかもできなくなっちゃうんで、それ以下ちっちゃくなるんですけど大体共通してる。なんでそこを今回は僕のバック対ユウジ君のフォア、多分中陣ぐらいで、はい、いつも打つところ。そうです。だからそこをちょっとやっていこうかな。ちょっと長くなったんですけど、はい、今からちょっと技術の方、技術の実践の方をやっていきます。
このバックジャンプ全て打たれて、相手がフォアにこれブロックするやつ、若干こっちの回転が入る。でそれを普通にいつも通りのクロス打ち打っちゃうとネットミスをする。だからそこもちょっと大きく振った方が間違いなく、はい、今でもちょっと曲がってるんですよ。大きく打つ、もしくは曲がる前に打つ、ちょっと立てないです。でもミュージ君のそのスタイル的には絶対曲がった方が、バックつついてからフォアにブロックしたりしてフットワーク練習とかもやってるんですけど、その時が確かに大きいね。ただオーバーミスもしてないし、そうですね、まあ打てるミスもしてないし、こんだけ大きく振っててオーバーしないんだったら、なんか練習時間の練習の時にもっと振っていいんだなって、まあまあやっぱ思います。あとはまあ分かるからね、コースは今の場合は。そう、絶対フォア行くって。でもフォア行く時って分かっても今みたいなフォームはなかった。ないです、うん、それぐらい大きくても、だってやっぱりブロックされたらやっぱチャンスって思わないと、うん、聞かないと攻めて意味ないし。そうだよ、だからそれぐらいやっぱり思い切って練習結果が出ないと、もちろん試合になったら出ないし、で試合になったらもっと絶対ちっちゃくなるから。そうです、緊張とかして。でその時に今ぐらい大きく打ったら、多分普段のさ今までの練習ぐらいな大きさでなるから、うん、それぐらいの意識でやっても問題ない。見てもらえると分かるんですけど、